この表の動詞、その下に、例えば、書くは、書かない、書こう、書かせる、書かれる、という文字が書いてあります。私たちは、こういうやり方が懐かしいですね。書くをみんなで大きな声で一斉に、はい、書く、書かない、書きます、書く、書くとき、書けば、書け、書こう、このようにして覚えたものです。さてですね、あいうえおのあの部分は日本語って過去以外こういう分類をいたします。勝手な想像なんですけれども、過去というのはこれは現実に起こったことです。過去です。他のことは現実に起こるか、または英語を勉強している人、中国語を勉強している人、官僚系というちょっとレベルの高い文法があります。日本語は昔はありました。一つだけじゃありません。いくつもありました。ところが現在は過去形、これ一つで完了形を担っております。はい、ですから皆さん、手形を覚えるのに苦労されましたよね。あの手形っていうのは竹と同じやり方で、なぜ同じなんだろうか。理由は、手は他ではどうしても具合が悪い、どうしたって手が必要だったんですね。ですので、昔あった、つっていうもの、これの、後で連用形の話をいたしますが、その連用形の手を、便利に使うようにしました。これは、官僚の性質のものなんです。ですから、雨が降った、雨が降っている、この ているっていうのは、雨と言えるような、水の量の、ものが降ってきたと。じゃあ雨が降った、降り始めた。そして、一日中降っているとなると、降ったその後はずっと降っていますという表現をするときに、降っています
じゃあやめました。やんだら、ああ昨日は一日中降っていたわねという、昨日は一日中雨が降っていました、こういうふうに言います。さて、じゃあその連用形の話、それと未然形っていう一番上に内形のところ、未然形とありますね。中国の方、未然なんですから、まだそのような状況ではないというか、これから未だそのような状況でないっていう形ですね。となると、ないと否定するのは、例えば行くの場合では行かないんですから、まだ行かないって言ってるんですから、そのような事実はまだないですよね。これから行くかもしれないし、行かないかもしれないですね。どちらにしても、未来とか数量とか、まあこの場合は否定ですね。だから否定してしまうと、それを聞いて、いい方に推量して、デートの時にずっと待ってる男性がいたとしますと、彼女は行かないって言ったじゃないの、私なんで待ってるのというような、会話になりますね。未然形と連用形、これはワングループと見て、その中でも要言に連なるといいますが、要言がくっつく、要言がすぐ、のりでくっつけたようにくっつく、これが連用形です。そして未然形に関しても、要言というのが要するに動詞、形容詞のことですから、未然形につながっているない、連用形につながっているます、た、たい、これは助動詞、あるいはないの場合は形容詞も含めて、否定のない、それから形容詞のないと2つありますけれども、次その下です、終止形とあります。辞書形、これで言い切ってます。言い切るっていうのはもうあと続かないんです。なんか、ペットボトルの中のお水を飲み切った、もうあとはないですね。終止です。行く、丸です。そしてその下、この連体形が終止形と同じっていうのはありがたいですね。行く時と行くをそのまま、辞書形の行くをそのまま使って、行く、そして時、行く日、名詞をくっついて名詞、この表現の仕方、動詞に名詞をもう直にくっつける、これは便利ですよ。次です。
家庭系、それから命令系、同じように行くの場合でしたら系ですね。行けばは家庭系、行けこれは命令系。さあ、この活用の種類というところを上の方を見てください。行くは書くの次、行く、その次話す、それから飛ぶと、まあ4つだけ例があります。五段活用、五段に活用する。段というのはあの段、いの段、うの段、えの段、おの段ですね。五段です。じゃあえで終わっているじゃないか、また一番上のあの方に帰ってください。そうするとうとかようとかってありますね。行こうと書いて行こうって言いやすいでしょ。行こう行こうちょっとしんどいですね。行こう、早く行こう、おうです。これは英語でした Let's が、自分の意思みたいなところで Will とかっていうような本人の意向を表していますね。意向形なんですよね。さて、せる、させる、みんなの日本語では下巻の割と後ろの方出てきますね。せる、させる、れる、られる、せる、させるの方が詩液、れる、られるの方は、3つぐらいありますね。受け身であったり、ね、尊敬であったり。次にまた話しましょうか。